ボアビスタイスーは、ブラジルリオデジャネイロ州サカレマを本拠地とするサッカークラブ。かつては EC バヘイラとして知られていた。1961年10月14日にエスポルチクルーベーバヘイラとして設立。1991年にカンピオナートカリオカ、テルセイラディビソンを制し、カンピオナートカリオカセ軍グンダディビソンに昇格。1992年に同リーグで2位。 1995年に初めてカンピオナーとかリオカに参戦。グループ6位であったためにセカンドステージには進出できなかったが、広角プレイオフからは逃れることができた。ただグループで6位とは言っても、全体では7位の成績であった。1996年は、ファーストステージたるタッサグアナバラで10位、セカンドステージたるタッサリオで11位。1997年に、 タッサグアナバラで最下位の12位で、タッサリオを待たずして降格した。2012シーズン2004年3月10日に投資家のグループによって買収されボアビスタ SC に改名。ロゴも改められたが、クラブカラーは変わらなかった。2006年にボアビスタとして初めてのタイトルであるカンピオナートカリオカセイグンダディビソンを制した。エスタジオエウシルレゼンデデメンドンサを 本拠地として使用している。収容人数は1万人。クラブカラーは緑と白。マスコットはホタル。ありがとうございます。